お花とか。でこの、今回のお花のシリーズは、はい、あの被災地に行って写真を撮ってきたお花なんですね。はい、被災地とか東北に直接行かれたんです、ね、はいはいはい、それでそのなんかもうすごくこうすごい状況になってて、はい、でもその中でもそのお花がすごく可愛く咲いてるっていうことに、はい、こちらですね、はいはい、すごくあの思って、それで撮ったんで、はい、なんかそういう意味でもなんかまあ思いがある作品です、はいはい、パッと見ただけではまさかその被災地で撮ったとは思えないような美しいお花が咲いていたということだと思うんですけれども、うん、そういう、こう被災地のところに足を運ぶ、まあ、その温かい心出しというか松田さんの性格が現れているようなお花の写真のような気が私の方ではしてるんですけれども、どうでしょう、はい、このラブジアースシリーズを購入してくださった方々にどのように楽しんでいただきたいか、何かアドバイスなどありますか。いやいや、もう全然飽きたら違う、自分の家族の写真を全然入れてもらってよくて、はい、でもまあできればもう家族の写真の後ろのところに、まあ、置いといてもらったら嬉しいです。はい、そうですね、フレームによっては両面がガラス張りですので、両面、まあ、後ろから見ても写真撮りとしてね楽しめるものもありますので、そういうものを選んでくださった方にはそういう使い方もできるのかなと思うんですけれども、はい、それではその、ラグジアースということがちょっとお話離れてしまうんですが、カメラにご興味を持ったきっかけなどあれば教えていただけますか。ですね、私はなんか実はそのもう随分昔からですね、いろんなことをやってまして、アートディレクションとか、フリーペーパーの編集長とか、なんかこういろんなことに好奇心があって、はい、それでこう少しずつやりだした時に、まあ、ちょっと写真撮ってみようかなと思ったら、みんながいいって言うから、はい、じゃあちょっと、でもその意外とじゃあやろうかってなってから、実はその意外と安易ではなくてですね、はい、ものすごい勉強するんですね。それで今も、フィルムで撮影したりするんですけど、はい、フィルムでも全部自分で暗室でこもってプリントしますし、はい、なんかもうそういうことから意外と覚えると全部力やりたいタイプなんで、はい、今写真家でもなかなか自分でプリントして暗室でプリントする人はすごく少なくなったんですけど、はい、私なんかはもう本当自分でこもってやってるんでね、はい、そのカメラの勉強っていうのは独学でされているんですか。基本独学です、はい、そうなんです。最初はちょっと撮ってみようなんていう興味から始まって、うん、その後あやってみようってなったらもうとことん勉強されるタイプということで、うん、なんかいろんなお話今までも聞いてきているとすごく熱心な方なんだなと、突き詰めるととことんみたいな、なんかね、子供の時にね、流れるプールがあったんですよ。流れるプールね。そこに浮き輪をつけて、私泳げなくて、はい、子供の小学生の時ね、はい、で浮き輪をつけて泳いでたわけ、はい、そしたら泳げる気になってきて、浮き輪が邪魔になって浮き輪をぶん投げたらそのまま沈んでったんですよ。それでちょっと死にそうになっちゃったことがあって、はい、でもそれが私の人生をほとんど物語ってまして、はい、やれると思ったら全部やれるんですね。それでやれるっていうところの結果で努力するんで、はい、努力は後なんですね。すごく面白いですね、うん、ちょっとなんか今私たちそういうパッと発想したものに行動して何かその後勉強しようなんていうのはなかなか日本女性、まあ、日本の男性もですかね、今の時代は難しかったりなんかしまして、なんか準備をまずしてから留学をしようとか、準備をまずしてから就職活動しようなんて皆さん結構大きなこと頭で考えすぎて行動できないなんていう人が多いですから、そういう松田さんのこう何でもいいからやってみようっていう、そこから努力すればいいんだなんていうのはなんかすごく今の私たちになんか役立つような気がしますね。写真にとらわれず、ありがとうございます。はい、それでは最近はどのようなカメラをお使いになっていらっしゃるんですか。最近はデジタルもやるようになりましたね、はいはい、一眼レフのデジタルですか。そうです、はい、フィルムもまだ今でも使えるんですか。フィルムはもちろん、そうですね、はい、どのように何か使い分けたりとかって
してらっしゃいますか。まあ、そのデジタルは基本的にあの夜に強い、暗いところに強いので、はい、夜の撮影するときにはやっぱりデジタルがすごくやっぱり有効的に、やっぱりそのフィルムだとやっぱりすごく光が必要なので、はい、あ、今きっとデジタルカメラをお持ちの方が多いので、うん、フィルムとデジタルカメラをこうどう使い分けたらいいかなんて迷ってる方も結構いると思うので、うん、そういうあの昼と夜で分けるっていうのが一番効果的なんでしょうか。でもなんていうかね、の写真っていうのは例えばさ、こうやって見るとさ、すごくこうパノラマなわけじゃん、はい、それでパノラマだとその目の意識みたいなものがどこに飛んでるかが実は分かってないじゃん、はい、そうするとカメラを持つと自分が何を見てるかが明確になるわけ、はい、それで自分が何に感受性が例えば行ったかがすごく明確になって、そのカメラを持ってる時と持ってない時っていうのはなんていうのかな、撮ったもので自分を教えてもらうっていうか、あ、自分はこう見えてたんだとか、はい、お花がこう見えてたんだとか、この人の顔がこう見えてたんだっていうことが後で写真を見て逆に自分が見えるっていうか、はい、そういうその楽しみ方もあると思うんですよね私は。だから自分が何に興味があるのかを一回何の目的もなく例えばカメラを持って出かけてみる、散歩してみる、そうするとなんか猫がいたり、そのお花が咲いてたり、はい、空が綺麗だったりっていうところに例えば自分がピンを合わせると、はい、そのことがなんかすごく素敵っていうか、はい、それが結果的にそのなんだかどういう写真であっても、うん、そこを見てる自分が素敵っていうか、はい、なんかそういう風に楽しんでもらえたらなと思います。あ、そうですか、うん、作品なんか撮った写真だけではなくて、その撮ってる、その撮ってる写真を撮ってる自分っていうところも意識されるわけですね。それで例えばじーっと例えばこのコップだあの、ね、お水だったらこのお水をじーっと見ることないじゃない。だけどじゃあこの中のお水のこの光のなんかこの水のピカピカしたところを撮ってみようと思うと何秒間はじーっと見つめるわけよね、このお水を、はい、そういうことっていうのは実はすごく贅沢な日常の使い方で贅沢な時間で、はい、水をじーっと見つめるなんてことっていうのは実はすごく素敵なことだと思うわけね、はい、だからそのカメラを持つっていう一つのフィルターが入ることによってそれをこうギュッと見つめることができるっていうのはすごいいいことだな。私は一番写真を最初撮り始めた時は、はい、超イケメンを撮ってて、はい、イケメンの顔をじーっと見れるって得だなと思って、はい、そうです。これ違いますかちょっとお水からちょっと話がね、あんまりちょっと笑ってない感じがね。でもやっぱりイケメンを撮るっていうことも、まあ、ずっと見れる贅沢な時間、まあ、とにかく人の顔をですね、はい、じーっと見るってちょっと失礼になっちゃったりするじゃないですか。え、俺に気があるのとか言われちゃうじゃないですか、はい、それをちょっとそのフィルターが入ることによってじーっと見れる、はい、私ね昔からそれがあって、はい、絵も描いてたんですね、子供の時、はい、ずっと小学生の時に油絵とか描いてたんですけど、はい、その時にあの彫刻 あの石膏像をあのずっとこうデッサンしてたんですよ、はい、で鼻の形とか鼻の穴とかその影とかをひたすら見て、はい、絵を描く時、はい、なんて素晴らしいんだろうと思ったことがあるわけ、はい、なんて豊かなんだろうって。そういうふうな、なんかこう時間の使い方ってもう日々こうやってこう変わっていくわけでしょ。このなんか風景も変わるし人の心も変わるし、だけどそこに立ち止まってなんかじーっと見てみて、はい、そこに思いをこうなんていうの捧げるっていうか、はい、そういうのってやっぱりすごくいいなと思って、だからぜひそう皆さんもカメラとかを通して、はい、なんかそういう時間を楽しんでもらいたいなと思います。生活が豊かになるイメージがだんだん出てきます、うん、でもこうやってイベントを聞いていてもですね、松田さんの目力皆さんすごいと思いませんか。やっぱりじっと見られてるからこその目力なんじゃないかと。いや私、ね、今ふと思ってしまいましたけども、本当に良くないんですよね。私ねなんかね、はい、なんかこうあるらしいんですよ私のね、はい、私をじっと見ちゃうので、はい、
で人によったら本当にこう怖がられる人もいるし、なんかね、はい、なんでなんですかね、何かをこう見透かされてるような目力ありますよ。だからそれよく言われるんですね、はい、もう全然見透かしてないんですけど、あの知りたい知りたい知りたいっていうその好奇心が目に多分宿るのかもしれないんだけど、はい、知りたいなって思うと特に初めて会ったりするとじーっと見ちゃうんですよね、はい、今日なんか伝えたいなっていう思いが出ている目力です。マジですか、はい、か目つぶってもう今度目力、目つぶってると松田さんじゃないという言わんばかりの目力。あ、そうなんですか、はい、あ、すいません。結構あのイメージすることといえばみたいな、うん、あの言葉があれば目力入るんじゃないかなと思うんですけれども、でまた目眼鏡かけても目力ありますからねそれがまた素敵なところなんですけれども、はい、そうすると、近年写真を撮ることを楽しんでいる方増加されてまして、今日いらっしゃっている方もそんな方が多いんじゃないかななんて思うんですけれども、そんな一般の方でもこうすれば良い写真が撮れるよなんて、まあ、今じっと見つめるってそういう時間を大事にするなんていうこともありますが、何かコツなど撮り方の何かアドバイスなんかありますでしょうか。撮り方、はい、撮り方なんかないですよね。もうそんなのなんか絶対なあっちゃいけないんですよ。だから撮り方なんか全然合ってはいけない。もう自分が見たものが撮れればいいんですよ、はい、見たものを撮る、うん、そういうことを枠を考えちゃいけないんですよ。どういうふうにしたら、はい、うまく撮れるからなんて絶対考えちゃダメ。もう撮りたいものを撮ればいいんですよ。なんか、うん、その後撮ったものを見てこれいいなって自分で思ったものがいい作品なんですか、それとも皆さんからいいねって言われるものですか。それは人それぞれですね。だから撮るっていう行為が好きな人もいれば、はい、撮った経験